はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ココのキャンディルのショーが今日は最新慰安情報をお送りいたします。よろしくお願いいたします。えー、最新の最新の最新の慰安情報をお送りしたいと思います。まあ、今、慰安はですね、まあ、熊野プーさんチーム、口シアから大量のアイテムをまあ輸送して、もう完全輸送しました。 えそしてですね、一番新しいアイテムを、まあもう、あの、提供してもらったんですけれども、あまりにもね、操作が難しすぎて、イアンの人たちでは扱うことができないんですよ。でそのために、まあ、イアンは、ちょっとお願いしますよ。人も送ってくださいということで、口シアから14、15名のですね、まあ、その機械に詳しい、まあ、あの、説明をちゃんとこうできるね、あの、コーチも兼ねてですね、 まあ、操作を教えるために、兵士を送り込んだんですよ。これはね、珍しいですよ。で今、イアンに、だから、いるんですよで。そして今、まあ、あのそれを使って演習をしているんですね。でそのための演習なんですよ。でここに来て本番じゃなくて、演習演習って何って皆さんね、思った人いると思うんですけど、あれはね、イアンのアイテムを使った演習じゃないんですよ。あの、口しアから提供してもらったものが、非常に高度で、 微妙な操作が必要で使いにくいんですよね。で、それの演習なんですよ。練習してるんですよ、それを。で、それを、まあ、ちゃんとコントロール扱いできるように、まあ、練習している。そのための演習なんですよ。でそしてですね、えー、もう、あの、やるのは100%決まりました。で、周りの、あのー、まあ、周りの諸国のね、同盟国の反対とか説得もあったんですけれども、いや、ダメだと今回は。 やるということになりました、イアンが。決定です。100%ですね、これはねえ。そして、あの、何をするか、もちろんぶっ放すんですよ。思いっきり。もう今まで溜まっていた鬱石、すべてぶっ放すと言ってます、えー。前にやったんですよね。で、前にやったときは、まあ、わざと手加減しましたけどで、最初にこことここに落としますよということも言ってね、で、人がそこから避難するようにして、 で、人の被害も出ないようにして撃ったんですよね。しかし、今回違います。まあ、今回はいつやるとかね、あの、どこに落とすって一切言わないで、まあ、普通言わないんですけど <laughs>、ま、一切言わないで、まあ、ぶっ放すと言ってます。そして、前回ぶっ放した量の威力は10倍以上ということになりましたね。で、これ、イアンが、まあ、イアン国内放送でもう、イアン市民に発表してることなんですよ。 だからこれはもうやるということですね。そして、慰安市民には、これはあの無駄な外出をね、しないように。えただね、あの、断食があるんですよ。えっ、ー、と、日本時間の12日から13日にかけてですね。この2日間はおそらくやらないんじゃないかと思うんですよね。まあ、断食なので、まあ一応ね、あの、全員がやんないといけないですから、から断食しな、まあ夜はね、あの、いいんですよ。食べてもね。昼間なんですけど、 ただね、やっぱり断食の2日間にやると、いろいろ問題起きるわけですよ、ね。だからちょっとそれは、なかなかね、諸事情はありまして、まあ、だから日本時間の、まあ、早くても14日の朝方じゃないかと思うんですよね。うん、だからまあまあ、あのー、これねあの、なぜ14日あたりから始まるか、まあ、13日の夜から始まるかもしれないですけど、まあ、その辺ですよ、どっちにしてもね。 あの、14日の早朝あたりになるんじゃないかと思うんですけども、これはね、あの、チシアがですね、まあ、一応飛行機はあちこちに、普通の民間飛行機ですよね、飛ばしてるじゃないですか。で、あの、イソラちゃんのあたりも飛ばしてるんですよね。で、あの周辺でドンパチが始まると、まあ、民間の旅客機に被害が及ぶかもしれないということで、えクチシアはね、えっと、13、14、15、16と、 私の人生暗かったバイフジ傾向。いや、本当に。あのー、16日いっぱいいっぱいまで、日本時間の,の。飛行をね、禁止にしたんですよね。で、それが夜の10時から、現地時間のね、夜の10時から朝の4時なんですよ。ということは、夜の10時から朝の4時までの、まあ、アイテム打ち上げ花火になるんですよ。イアンの。これもう間違いないです。間違いないです、これは。 で、やっぱりね、夜なんですよ。夜じゃないと、やっぱり、あの、見えちゃうしね。でレーダーだけで、まあ、捕捉して、まあ、迎撃するような形にする方が、まあ、よりいいわけですよね。目視されない方がね。んで、夜っていうのは、やっぱり何が起きてるか分かりにくい部分があるので、まあ、その方が闇に紛れていいということなんでしょうね。だから夜やるんですよ。10時から4時の間、現地時間ですよ。日本じゃないですよ。 大体実際6時間ぐらいあるので、その6時間を考慮してということになりますね。そして日本の報道はちょっと遅れているのと、まあ、何かを隠しているんですよね。あの日本の報道ではです、ね、数日以内にです、ね、あのガザ停戦をめぐる交渉が再開されて、まだ交渉の余地があるというふうに報道されてますけど、ハマちゃん側はです、ね、もう一切、一切ですよ。 一切もう受け入れないというふうな、堅タなな、あの、拒否的な反応を示しています。だからこれはちょっと無理じゃないかと思うんですけども、でその、あの、一切受け入れませんっていうのを受けて、イアンがね、あ、じゃあもうやりますよということになっているんですよ。うーん、だからこれはね、あの、ちょっともう難しい状態で、あの、よっぽど何か大きい変化がない限り、イアンが、 まあ、アイテムをぶっ放すというのは変わらないですね、これはね。さらにイスラちゃんの,、まあ、あの上層部はですね、いやこれはもう始まる可能性どころか、確実に始まるということで、今、あのー、イスラちゃんの部隊がです、ね、アゼルバイジャンとジョージアにもいるんですよ。でアゼルバイジャンとジョージアにいる、あのー、もう、ぐんぐん、ぐんぐんたちにね、あの自分のところの自国の、いや、もう戻れと。 直ちに帰還命令出ました。撤退ですね。撤退して国の守りを強固にするようにということであの、直ちに撤退するような形で呼びかけました。まあ、これはもう臨戦体制ですよ。両方とも。あのイアンもイスラちゃんもね。で、そこで中華飯店が、まあ、このタイミングでね、機能声明を出しましたけれども、 えー、我々はイアンに全面支援をすると。で、あのー、場合によってはですね、ぐんぐんアイテムどころか、我々が、まあ、行くんだというようなことを言っています。まあ、これは、まあ、中華判定はね、まあ、いつもそう言葉で言っていて、実際はやんないんですよ。やんない方が多いんですけど、まあ、何らかの支援をするっていうのは、まあ、お金かもしれないし、まあ、何か技術的なものなのかもしれないですけどね。 でも、そ、それと違うのはね、あの、北チョンチョン。北チョンチョンは、あの、やる気でいるんですよ。で、前も言いましたけど、ね、皆さん、やっぱり日本の方々が知らない内容でね、あの、第4次中東戦争ってのありましたね、昔ね。第1次、第2次からあって、第4次まで。で、今始まれば第5次なんですけど、第4次中東戦争の時は、北チョンチョンがアジア唯一一国だけ参戦してるんですよ。兵士が行ってるんですよ。 何百人か戦ってんの。すごいですよね。はるばるですよ。だからね、よっぽどね、やっぱりね、あの、慰安側なんですよ。慰安側を支援したいし、ね、あの、口シアとも仲良くちゃんとやっていきたいっていう意志がすごい強い。そしてそれを証明してみせるいいチャンスなんですよね。我々は、あの、そちら側にもう全面的に協力したいと。 私たちはあなたたちの仲間なんですよっていう意思表示を示す絶好のチャンスですよ。だってアジアでたった一国ですからね、そんなことするの。だからアジアの中にもそうやって我々のことを思ってくれる国があるんだなということで、やっぱりそれはね、絆が強くなってということで、まあ今度ブリックスにね、あの申請で、まあ周りの承諾がいるんでね、今すでにあの加盟している国々のね、 でも今回そうやって出れば、ね、あの、イアンの、あの、承認とか受けやすいじゃないですか。だからブリックスに入りたいし、入るためには、今、我々が誠意を示さなければいけないということなんでしょうね。だから完全に向こう側はね、あの、もう、何ものすごい勢いで、あの、準備をしてます。もういつでもやるぞ、みたいなね、感じなんですよ。だからその中でですよ、もしね、あの、イアンと、 ね、イスラちゃんが本格的にドンパチ、ここ数日で始まって、それが、まあ当然拡大していくわけですよね。で、拡大した場合には、やっぱりね、あの西洋ナットがまだ北海道に残党がいますけれども、それと一緒に自衛隊がまあ組んで、まあ、口しやとやる。その前に前哨戦としてね、北チョンチョンと小競り合い、絶対始めますよ。間違いないです。で北チョンチョンは撃ってくるよね、当然。今までは、 本気で撃ってきてないですよ。こっち方向なんか狙ってないんでね。あれを実験してるだけだから。だけど今度は本気だよね。今度行くぞということになりますよね。まあ、ちょっと怖いですよ。だからね。まあ、今度は本番ですよ。本物を撃ってくるわけですよね。ちゃんとあの、弾頭がついてですよね。まあ、恐ろしい話ですよ。それは。まあ、だけどこれはね、避けらんないですね。もうその方向で動いています。完全に動いている。で、ここに来てですね、えー 米国のですね、あの、まあ、防衛長官がですね、空母打撃軍が足りないだろうと。あの、アジアにいる空母打撃軍も向こうに、イアンの周りに回すということで、あの、中東に派遣。もうこれを急遽決定しました。今夜ですね。だからもう、あの、打撃軍が、まあ、3打撃軍、今いるんですけど、まあ、4打撃軍になるということですよね。 まあちょっとアジア地区は手薄になりますよね。湾イのあたりにいる打撃軍を向こう側に回すということになります。まあ手薄もいいところですね。だから湾イの周りが手薄になるので、これはもう揉,め揉めて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 揉めた場合には、ね、やっぱり中華飯店がここがチャンスじゃないかっていうことで、どさくさに紛れてるんですよ。まあ、やりかねないでしょうね、これはね。まあ、どのタイミングで来るかっていうのはわかりませんけれども、あの、 こうのチャンスですよね。手薄になるんでね。うん、まあこれはもうアメちゃんわざとやってるとしか思えないですけど、私には。まあ、わざとでしょうね。やっぱりね。まあ、もうなんか隙をわざと作ってんじゃないんですかね。いろいろ土作さんに紛れてね、あの、来るようにね。わざと穴開けてるんですよ、きっとねえ。そしてですね、まあ日本の方々の、一般の方々の意見をですね、まああっちこっちちょっとい,あのいろいろ見てるんですけども、あの、イアンはね、日本との関係は親日なので、もう絶対に あの日本を敵対することなんかないよっていう意見がすっごい多いんですよ。いや、一般の人はそうかもしれないけど、上の人たちは何にもそんなこと考えてないですよ。本当に。あの、新日とかそんなない、ない、ないよね。ない、ないですよ。ない、ないね。私が見る限りはない。うん。だって、あの、もうイスラちゃんの方に協力して同盟を組んでっていうことであれば、 それはもう、あの、新日も何もないですよ、それは。それはもう敵対するんですよね。間違いなくね。だから甘いですよね。見方、考え方はね。ありえないですよ。だから日本は何もされないだろうとか言ってるんですよね。いやいや、そんなことはないですよ。やっぱりあの、敵対したら、それは相手ですからね。あの、敵になるわけですよね。そしたらそれはね、あの、争いは巻き込まれますよ、必ず。日本だけね、 あの、何もしませんから何でもないですよ、なんていうことはないし、何にもしてなくなくて、今用意して準備してるじゃないですか、日本も。だってもう西洋ナットが入ってきちゃってるんですよ、北海道にね。おかしいでしょだって。で、それで、あの、軍事作戦とか一緒にやってるわけですよ。で、それはやっぱりおかしいだろうって。口しやは散々ですね、日本に、日本政府に対してですよ。あの、クレームをつけてるんですよ、そのことで。もう5回ぐらいですよ。あの、返答しないの。何にも。 いや、返答しなきゃいけないですよね。あの、君たちは一体、西洋ナットと一緒に何をやる気なんだと。非常にあの危惧するべきことが起きてるけれども、どういうつもりなんだっていうことで、あの、打診を受けてるんだけど、一切返事しないですよ。おかしいでしょだって、それ。ねだけど、その、口シアは、イアンと同盟国なんですよ。仲いいんですよ、ものすごくね。まあ、ブリックスでも一緒なんだけど、あの、実際問題、あの、軍軍関係もものすごい親密なんですよ。 だから、日本に対してね、あの、温かい目で見てるかって言ったら、見てないですよ。全く見てないね。あの、それはもう大きな勘違い。本当に。全然、あのー、もう全くそれはない。口試やもそうですよ。口試やの一般の方々はね、あの、空手とか柔道とかね、非常に興味があって、生け花とかね、すっごい興味あるんですよ。ところが、上の人たちは、そんな生け花とかね、その、柔道とかね、 ま、それは興味が個人的にはね、あの、あるかもしれないけれども、その政治的な体制とか、その国っていう単位で見たら、それはね、あの、新日も何もないですよ、そんなの。いや、やるんだったらやろうじゃないかみたいな、あの、ことしかないですよ、本当に。うん、だから甘いよね、見方がね、日本の人たちのね、日本今、世界は真っ二つに分かれようとしてるんですよ。あの、欧米側の同盟国と、ブリックス側ですよ。 本当に、まあ。ブリックスはね、あの、経済グループだからね、その、軍軍グループとして対立を全く全部の国がしてるかって言ったら、まあ、そうではないんですけど、正確に言ったらね。だけど、まあ、大雑把に言ったら、本当にブリックス側と欧米側で、まあ、対立を起こしてるっていうのが、まあ、もう本当に正解なんですよ。今現在ね。うん、だからね、日本はどうしたって欧米側じゃないですか。組み込まれてるわけだから。これは逃れらんないんですよね。 だから向こうから見たら、ゆくゆくは敵対する国になるわけですよ。もうなってる、ある程度。だって日本って口シアに対してすっごい制裁してるんですよ。で、これね、具体的に発表されてないから皆さん知らないんですけど、すさまじく個人資産とか、もちろん国のね、資産的なものとかを全部差し押さえて現金に変えて、で、それの、まあ一部利益上がったもの、それをね、なんかね、 株かなんかに投資してるんだよね。勝手に投資してるんですよ。よくわかんないけどいいのかね。そんな投資してね、まあ、いいのかなあの、没収したやつだから。それで5,500億円ね、利益がこの間出て、それ全部リ、あの、ゼレンにあげちゃったんですよ。すっごい金額ですよね。だからそのお金の一部を分けてるわけでしょで、分けて自分はね、あの、イギリスにね、50億円もする。 お城買ってね。で、ちゃんと、なんていうんですか、貴族の称号ももらってね。で、あもう安泰だな。もう早く辞めたいなと思ってるんですよ。早くやめて酒でも飲んでね。そこでね、あのー、もう豪華に暮らしたいなって、もうそれしか思ってないですよ、今。だから早くそっちに移りたいな。なんだけど、アメリカの上のね、あの、裏側の黒いやつらに、あの、密約っていうか約束してるわけですよ。だから今辞めると、おそらくは消されるん。 消される絶対に。だからゼレンもそれ分かってるから、うーん、いうことは最後まで聞かなきゃいけないかと思いながら、いやいややってるんですよ、本当に。いやいや。もうお金も儲けたしね、あのいっぱいあの稼いだしね、貯金もできたしね、豪邸も買ったしね、もうやめたいんですよ、やめたいの。うんだけど、まあ、しょうがないかなと思いながら、もういやいや続けてるんですよね。まあ、だから早くやめたいんですよね、とにかくね。 まだけどやめさせてもらえないんですよ。まあどっちにしても最後消されるでしょう。そんなに自分だけね、あのお金を盗んでね、いい思いしてって。それはね、我々から、日本人からしても冗談じゃないよってなるけれども、あのその黒い悪い奴らにからしても、お前ふざけんなよってなってるんですよ。あだからまあまあ、あんな捨て駒だからっていうことで、最後は消されるでしょ。消されて終わりみたいな感じなんじゃないですかね。本当にね。 うん、まあ、それが、ね、やっぱり、世界を牛耳ってる一部の奴らのやり方なんですよ。怖いですよ。すごいね。恐ろしい話ですけれども。まあ、今は、イアンが、だけど、そいつらに対しても、まあ、口しやは最初からそんなの分かってるからね。あの、怒ってるわけですよ。冗談じゃないと。も、ま、う、あ、そういう奴らを、あの、全部、ね、一掃しない限り、世界は平和にならないと思ってるので、まあ、そういうふうに信じてやってるんですよね。 まあ、大きい争いに発展しますよ。で、大きい争いに発展した場合に、今一度ね、あの、日本に何が起きるかをチェック、確認したいんですけれども、まあ、とりあえず、ホルモン街道ですよ。封鎖ですよ。もう、完全に封鎖。危なくて通れないもんだって、あそこに打撃軍が3つくらい入っていくんですよ、これから。もう1個入ってるんだけど、ね。そしたら、打撃軍が3つ入ってね、 それで、ね、あの、ホルモン海峡が普通にスムーズに石油タンカーとか天然ガスタンカーが通れるわけないじゃないですか。そんなわけないですよね。あの、打撃軍の攻撃の仕方すごいですよ。まずね、あの、駆逐艦ってあるでしょあれが、まあ、空母を、ま、守ってるわけですよ。周り囲んでね。いっぱいいますよ。ものすごい数。それでね、そのね、その、駆逐艦が、 例えば、あの、相手の敵の潜水艦が来たとするじゃないですか。パーン、パーンとか言いながらね。で、潜水艦が来るのを、まあ、今、ステルス潜水艦もあるけど、まあ、探知できるんですよ。ある程度ね。えただね、本当に微妙な形で、潜水艦なのかクジラなのか、ちょっとわかりにくい感じになっちゃう。あの、なぜかっていうとね、あの、クチシアの潜水艦はね、ステルスなの。うん、でね、すっ、 すごい静かなんですよ。音がほとんどしないの。だから音響センサーが、まあすごいのあるんですよ。あの駆逐艦に音響センサーついてるんですけど、あ、まずその音響センサーの説明しなきゃいけないですけど、あの音響センサーっていうのは海中の海の中の音を拾うんですよ。これどういうものかって言ったら、例えばあの潜水艦が向こうから来てね、敵の潜水艦がね、でそれで敵の潜水艦の ま、エンジンだったらね、あの、エンジンじゃないのもあるんだけど、モーターとか。また、モーターとエンジンもないやつがあるんですよ。最新式の潜水艦はね。で、モーターもエンジンもないものっていうのは、えっ、ー、とね、水力の排出式なんですよ。前から水を吸い込んで、後ろに水を吐き出すんですよねで。そうやって進んでいくものがあって、それはね、ほとんど音がしないんですよ。だけど、微妙に、その、排水の、あの、音がするの、ブクブクみたいなね。で、それを拾うんですよ。 それを音として拾っていくので。そういう音響センサーがあって、例えば潜水艦の中で、まあ、誰かが間違って、あの、ボールペンを床に置くことしちゃったとうじゃないですか。で、カラーンって落としますよね。それも拾えるの。だから、あ、これ人工的なものが落ちたっていうのが、あれボールペンじゃないかとかね。そこまでわかるんですよ。音響センサー。それ、駆逐艦に全部ついてて、 そのアメちゃんのところの駆逐艦の音響センサーは世界で一番優れてるんですよ。どんな音も拾うの。だからクジラがあくびしてても拾う。遠くのね、10キロ先のクジラがあくびをしていても、その音を拾うわけ。だからその分析が、もう慣れている、その分析感が乗ってないと分かりにくい。だから普通の人が聞いても何の音か全然分かんない。だからそれをね、あの、訓練してるんですよね。だから、 やっぱりね、その、すごいですよ、駆逐艦の性能は。で、近づいてきて、まあ、レーダーもあるんだけど、まあ、レーダーでも確認、音響センサーでも確認、間違いない潜水艦だ、敵だってなったら、す、速いよ。あの、艦長は、あの、上から潜水艦に、あの、垂直ミサイルっていうのがあって、えー、と、何発出るのかな駆逐艦だと12発いっぺんに出るんだと思うんですけど、あの、もう、10秒以内だね。あの、 敵潜水艦に向かって撃てって言ったら、あいって言ってバーンって押して、パン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 って。もう本当に発見してから10秒ぐらい。で、それを、あのー、まあ、棒みたいなものが、一回ブワーンってね、上に上がるんだよね。上に上がって12発がね、垂直にね、あの、姿勢、体勢を立て直して、頭から水の中に海水に突っ込んでくるわけ。だいたい高さね、200メートルぐらい上がってから、 上から落っこってくんの。潜水艦目指して、ものすごいスピードで。で、それで、まあ、潜水艦に当たって終わりってことですね。うんと、どれぐらいの頻度で当たるかって言ったら、まあ、99%当たりますよ。で、潜水艦もそれが来るのが、あの、レーダーで分かるんでね。あの、敵ミサイルやってくるって言って。で、一応、ダミーを出すんですよ。ダミー。要するに潜水艦、まあ、こっちだよ、みたいな、あの、何かそういうのを。 パッ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 て、もうよく飛行機で出るじゃないですか。あれと同じようにダミー出すんですけど、まあダミーに当たってくれればいいですけど、やっぱりわかるんでね。金属に向かって、熱源に向かっていったり、金属に向かっていったりするので、まあ当たるね。まあだからそれが一発、二発当たれば、まあ潜水艦はおしまいということで、潜水艦をステルスで探知されるともう大変なことになる。うーん、だからそれの応酬やり合いなんですよ。 潜水艦なんですよ。あの、口アやは潜水艦。主力のね、やり方は潜水艦。で、潜水艦で何がいいかっていうとね、その発見されて上から撃たれる前に、下から潜水艦は誘導ミサイルを撃てるんですよ。だから上に駆逐艦がいると、斜め上にね。で、空母もいると。すべてに対して下から撃てるんですよ。 いや、その溜まったもんじゃないですよ、下から。ものすごいスピードで来ますので。まあ、それがだから当たったら、まあ、穴が開いて沈んでしまうと。だからね、まあ、例えばあの、打撃群が30隻いたとしても、まあ、3、40発いっぺんに撃てるので、潜水艦の上からね、バン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 っていうふうに、速いやつをね。だから、そのうちの、まあ、3分の1は当たるでしょう、どう考えたってね。あだから、あのー、向こうも、 ね、アメリカのところがもし撃たれたとしても、ダミー、やっぱり船から出しますから、巻きますからね。まあ、それによって、あの、ちょっと回避しようとするんだけど、まあ、それの繰り返し、応酬ですよ、とにかく。かそれが、まあ、始まるでしょうね、それもね。でね、これはね、中華反転が、じゃあ、同じことできるかっていうとね、これはね、そんな早くできないし、その実戦の経験がないじゃないですか。で、演習も甘いんですよ。だからね、そこまではスピード、 がない。これはアメちゃんのところと、やっぱり口シアは慣れてるんですよ。もう、あの、要するに慣れ、慣れですよね。演習もすごいやってるけれども、早いんですよ。だからそれが。まあだから恐ろしいですよ。だからいざ戦いとなったら、ものすごいことになっちゃいますよね。え、じゃあイアンはどうなのと。イアンはね、そんなね、あの、まあ、相手もいいの持ってるんだけど、そんなスピードで、 あの、要するに、あの、すぐ対応できないです。だから本格的にアメちゃんのところとやったら、まあ、そりゃ無理だね。勝てないね、100%。ありえないね。だからアメちゃんのところ、そんなことを毎日のように練習してやっていて、もうずっと、要するに、あの、なんか、具体的にね、あの、それをやってるわけですよ。ぶっ放して、あの、ちゃんと練習を積み重ねてるわけ。 だ勝てないよね、そういうところとはね。うーん、だからまあまあ、口しアもそうですよ。口シアもやってる。うん、だから、やっぱり大国なんですよ。軍事大国と言われるゆえんはそこにあるんですよね。うん、だから中華藩店とか日本は軍事大国じゃないんでね、イアンも。だからね、ちょっと難しいですよ。そこまで本格的な戦いになったら。だから、口シアが俺が出ていくって言ってるんですよ。あの、お前たちじゃ勝てないしね、歯が立たないから、俺たちが出ていくと言ってるんですよ。 た、まあ、多分出てくるでしょうね。で、やっぱり慣れた戦法なんですよね。アメリカのところは戦争慣れしてるので、やっぱり戦法もすごい優れていて、早い、判断も早い、もうあの打ってくるのも早い。判断から打ってくるまでが早い、すっごい、うん。だから、とてもじゃないけど、無理ですよね。うん、だからイアンの方は、まあ、フーちゃんのところと似たりよったりでね、うわわわ、来た来た危ないど、どうしたらいい、これはとかね。 間があるんですよ。でも、あの、クチシアとアメちゃんのところ間がない。それほど訓練してるということですね。もうすぐに対応します。反撃ですよね。うん、だからね、ちょっと違いますよ。全然レベルが違う。うーん、だから、アメちゃんのところとクチシア相手に戦える国なんか、国としてどこもないですよ。無理ですね。無理。本当に。ありえないですね。あの、桁違いに強いんですよ。まあ、だけど、その、世界でも、ね、 まあ一番強いと言われている空母打撃軍。これが4打撃軍入るという話です。まあこれは恐ろしいことですよ。まあだからもう口しや出るしかないしね。まあ中華反転も、まあ我々にどれくらいね、力があるかわからないけれども、あの、支援すると言ってるんですよ。だ全部でかからないと、まあ無理だということがわかってるんですよね。4打撃軍。無理ですよ。本当に。だって1打撃軍と、 例えば日本の自衛隊が総力を上げて全員で戦っても、絶対勝てないんですよ。100%。もう絶対無理。もう100%ありえないですね。それぐらいすごいんですよ。アメチャのところ。だからね、イアンもね、前から、あの、ふざけるんじゃないよ。やるぞ、やるぞって言いながらも、分かってるんですよ。あの、どれぐらい強いかっていうのは。だから、いやどうかな、大丈夫かな、と思いながら、うん、でもやるしかないな。でも、口しやも、 あの俺たちも一緒に戦うって言ってくれてるので、うーん、だったらやるかっていうことに今なってるんですよ。だからこれはね、よっぽどの角度ができてるってことでしょうね、イアンの方にはね。まあ、気合いが入ってるんでしょうね、これはもう、やるんだったらとことんやるということですよね、まあ。激しいですよ、だから。これはあの争いが始まったらとんでもないことになる。だからホルモン街道なんか、本当、通れない。ほんとにあの 倒れるわけもなないです危なくて、まあ、だから、世界中おかしくなっちゃいますよ。だから、日本に対する影響は、もうエネルギー、石油がゼロ。ゼロです。今でもあれでしょ沖縄のね、あの一部、もうレギュラーガソリンないんですよ。入ってこないの。これ、今でも入ってきてないんですよ、本当に。前も言いましたけど。今、だって、あの、備蓄崩してるんだからね、内緒で国民に。で今でも、もう備蓄もないでしょ、もう。もうない、ないと思うよ。だって、備蓄があったらね、 沖縄でなんでガソリンが空になってね、あの、単価来ないんですよ。そんなことあるわけないじゃないですか。ね、だから天然ガスもね、原油もね、もう危ないと思いますよ。まあ、だから始まったら完全に無理だね、もう。ガソリンはない。今でもだってあっちこっち足りないんだよ。だからガソリンスタンド並んでるでしょね今みんなが入れたぐらいで空になったらおかしいでしょ。いくらなんでもね、ああ、ガソリン入れとこうかなっていう人が多くなっただけですぐ空になっちゃったんだよ、あっちこっち。 そんな量じゃないよ、日本にもしちゃんと輸入してあるんだったら。だからね、ギリギリで回ってたんだよね。それがばれちゃったわけ、今で。これは備蓄も崩してギリギリで回ってたのが、いや、まずいぞってなってるよ、これは政府は。いや、こんなはずじゃなかった。もうちょっと引っ張れるはずだったと思ってるわけ。これはね、いや、これ厳しいですよ、本当に。まあ、ないんですよ、ない。うん、天然ガスも入ってこなくなる。 だから完全にホルモンカイドはもうだめ、だめになりますね。うんまあ、だけど、それがもうしょうがないですね、もうね、あのもう準備して、ちゃんとそれに対して、あの一生懸命、ね、備えている人しか、ちょっとこう、もうそれでも余裕はないんだろうけれども、何にも備えていない人たちよりは、家族よりは、まあ、余裕がある、できるということですね。まあ、恐ろしい話ですよ。 まあ間違いなく起こりますよ、もうすぐ、うんあのー、これは、心してかかっていかないといけないのと、とことん準備ですよね、まあ、でもいいタイミングだったと思いますよ、あのー、いいタイミングって、非常にね、あのいけない,いあの意見かもしれないけど、南海、ね、トラフ起きるんじゃないかって言って,言って,言ってくれて、それでみんな、ああ、じゃあ備蓄した方がいいなって言って、備蓄してる人が増えてるわけじゃないですか。 で、これはね、あのー、いいことですよね。だって、どっちにしても、第三次おやつ大会がね、あのー、大きくなって、ドンパチが非常に激しくなっても、結局は役に立つわけじゃないですか。ねどっちにしても。だから、非常にいいことなんですよ。今、起きてることはね。ちょっとやっぱり、その、現場は混雑していたり、ね、混乱していたりとか、起きてると思いますけど、あのー、方向性としては、私はね、良かったと思いますよ。これは。 うん、だから一人でもね、多くの人が、まあ、助かりますよね。少なくてもね、食料と水があればね、なんだかんだ言っても全然違いますからね、まあ、備えていきましょう。大変ですよ。もう、間違いなく、とんでもないことにはなりますから、まあ、本当にちゃんと備えておいた方がいいですよ。お金なんか持ってても、何の役にも立たなくなりますからね。お金持ってたって、ゲの話、トルツペーパーも缶詰も買えないわけですから、お金関係ないですよ。 お金を積んだって、お一人様1点なんですよ。家族で1点なんですよ。怖い話ですよね。うん、だから、全然お金なんか役に立たなくなる時が始まろうとしてるんですよ。ものですね、やっぱりね。もの。ものです。頑張りましょう、皆さん。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。